なっちゃうとね、動画長くなっちゃうとね。これちょっと今のパソコン壊しちゃうな。なんでなんかすごい俺が綺麗に撮るときにさ、お前らはさ、ちょっと10円取るのにちょっと夢中になってるけど、気にしないでね。電気つけよう。10円磨くの楽しすぎる。生きよきらしい。目に見えない。綺麗だ、10円玉すごい綺麗。よし。よし、10円玉に夢中になったから、トレクルでログインできなかったら、電波人間やります。さすがにログインできるでしょ。ねえマジで本当に何迷惑をおかけしてますって。ああもうこれ下手したらいつものアップデート講師かな。講師って言っちゃった。コースってことは6時だな。いつもアップデート6時くらいに終わるんですよね。電波人間やります。目に見えない翼。おおおおお。でもなんかすごい動画を惰性で撮ってる感じだよね。ペッペポペッペッペポペッペッ。
ブーストゲット中級250分後だから、まあ4時間、いや、まあ、ブーストをゲットのためにブーストを使うってちょっと本末転倒だけどね。中級はクレイがね、早く次の塔をクリアしてやんなきゃ。ガガガゴゴ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 、花盛り。あ、ゲーム音楽著作権にかかんな。まあいいや。激レアブーストね。俺経験値ブースト10個9個欲しいな。静かに今あなた。バラより美しい。これ経験値ブーストのやつが出なかったらもうなんか、わ、泥豚ウサギどれくらい強いんだろうなこいつ。わ、クリティカルヒットありがとう。レアブースト、あ、泥豚ウサギのドロップ率はちょっと悪いんだね。経験値ブーストじゃなかったらもう無視していいのかな。それありかな。経験値ブーストじゃなかったら、あ、こいつ、あ、こいつ違った。銀色なんだよな経験値ブーストは。ちょっと無視してみよう。逃げるのはずるくない？なんか人道的にさ、逃げるのは俺なしだと思うな。経験値ブーストだけ欲しいから、経験値ブーストのやつだけを厳選するか。クソ見えねえんだよ最後尾のやつ。死にたいのかな。お、銀色だなこいつ。口悪いな。お、ネズミハマ、お、しびれやがってムカつくなお前。今お前喧嘩売ってんだろマジで。あ、でもしびれたけど大丈夫だった。泥豚ウサギが強いんだよね。まどろみの剣、あ、まどろみの剣絶対眠る。なんだそれ、腹立つなお前。なんそれ、俺を怒らすために来たのか。噛んだし死なないこいつ。こいつ レベル高いタイプだ。なんだそれ、うわ、全然知らなかった。こいつ超高いな、レベル。ふざけんな。お、眠ってしまった。眠りの爪、ラッキー。ありがとう。眠りコンボ入ってる。眠りの爪強。コンボだよ。コンボイ、コンボイ。あ、体力が500くらいあんでな。レベル上がったし。すごいな。捕まえるブーストも2個手に入れちゃった。はい、回復特技そこそこ回復。完全回復ってレベル71か51なんだよな。いや51だな多分俺の予想では。あ、銀のモグラのみ討伐。経験値ブーストうまいんだよな。クレイ持ってくれば8ポップ。8ポップって何それ、すごいよな。レベル100組のね経験値ブーストがうまい。うまい銀花モグラ集中してもやってもできんだね。で銀モグラ以外は倒さないで、なるべく戦闘しなければいいんだよね。戦わなきゃいいんだよ。戦わなきゃ戦ったことにはならないから。金ピカモグラ無視。
クレイをね、早く駆け出しの土の試練がね、これ逃げるな、なんか逃げたね、でもね、当然だよな、そんな狩人たちからね、逃げるに決まってるよ。もうちょっと工夫すればもっともらえるけど、経験値ブースト4つ、4倍ですよ、経験値。すごくないですか、皆さん。いやー、4時間後か、250分なんですよね。なんだっけな、250分だから、まあ6時、あ、4時間だって、すごい経験、計算ができないよ。やばい、日本語もできない。俺は何ができるんだ、面白いこと。いや、そんなことばっかをね、面白いことができるしか言わないロボットですから、面白いことは全くできないっていうね。できてるつもりですけどね。4時間と10分。今から4時間と10分と言っても過言ではない。なので、1時半ですね、次、できるのは。で、1時半の次は、1時半の次は7時半、7時半の次は11時半みたいな感じかな。でも7時半じゃないですよ、多分。クレイを連れ込まないとな。10分で1回終わります。